こんにちは。こんにちは。小原田泰久です。小原田ひるみです。イルカの時間です。なんか昨日スーパームーンだったっていうね。そう、なんか沖縄とね、あの東北とか北海道の和光を見てさ、テレビで見たらすごかったね。すごい。68年でしょ。だったね。次18年後な。なんだろうね、この周期はね。うん、面白いね。生きてるかね、だってこっち地球だってこう回ってるわけだからさ。こう、ああ、だから日本で見れるのはどうかって。そう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 かね。そう、ああそうか。うん、うん、まあ分かんないけどさ、なんか飛行機乗って見に行ったりな。さっきテレビでやってたよね、あの、あれ親子だから、なんかあれかね、正体かなんかかね、どうだ分かんないけどな。親子で飛行機に乗ってさ、雲の上からさ月を見るっていう、アイデアとしてはいいわな。うん、だからさ、あの、ま、間近でこう月を見てさ、感動するわけじゃん、宇宙の神秘とかさ、であの中からこう一人でもこうね、宇宙探索ロケットに乗るようなさ、子供が出てきたらいい、面白いなと思うんだけど。まあね、うん、だけど本当ね、まあどんなこともさ、まずアイデアがあって、ね、そこからこう物事生まれていくんだけど、だけどもそのやっぱりね、実際に動く人間がいないとなかなかね、物事っていかないんだよね。だからまあ月が綺麗だって言ったってさ、さあ行くかなんて思わないよな。思う人がいたわけだよ。いたんだろうね。なあ、で、思うだけじゃなくて、そこからまた実際に、それをなんかロケットを作ってみようとかさ、ね、でこう向こうに着いたらこうしようとかああしようとか、そんなことやる人もいるんだから、なあ、下町ロケットの世界だよ、あのドラマの。そう、それでこう実現するんだよね、物事って、だから頭の中でこうひねくり回してるだけじゃ、ね、変化、現実は変わんない。そうだね。なあ、でも思いのエネルギーってあるわけじゃん。そうだね。思いが強ければさ、なんかどこからともなんかふーっとこうなんかその思いを実現させてしてくれるような、手伝ってくれるような人と出会うかもしれない。でもさ、それほど大きな思いじゃないとね。やっぱりこうなんていうの、なんとなくふっと思うだけじゃね。あ、それはそうよ。ダメなんだよ。本当にだから、やっぱり自分で行動するぐらいの思いなの。そうだね。考えてたじゃない。やっぱり行動してるよ。手助け来る人はそうかもしれないね。だからいいな、こうだったらいいのになとか、ああだったらいいのになみたいなのは違うってことでしょ。そうそうそう。だからまずはやっぱ自分がやってみないとさ、やってみてそれをこうやってるところを見せないことには、周りは動いてこないってこと。そうだね。それはあるね。そうだから、それが自分には能力不足で動いてもうまくいかないときにそれを補うような手助けが来たりはするような、あ、かもしれない。例えば神様と言われるような人が上からにいてさ、上からこう下を見てさ、 あいつ頑張ってるな、もうちょっとなんだけどなって、そうそう、よし、ちょっと助け舟を出そうかみたいな、ね、そうそうそう、そんな感覚じゃない。そうだよ。だからロケットだったら一人で作るわけじゃないからな。そうだ、ね、いろんな、まあその多分こう部分部分ごとに得意な分野あるだろうし、ね、エンジン得意だったりな。そうだね。そのこうなんていうんだろう、あの外側が得意だったりとかな、そんなんがあったり、ね、それこそあったじゃん、あんた前にさ PHP だっけ、あのずっと磨く技術。ああ、そうそう、iPod とか、なんだあれ、あの音楽機ですね、あれのね、あの裏側ね、表面に仕上げのね、ああいう人がいて完成品としてこう市場に出てくるわけじゃん。そう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 、何でもそうなんだよね。だからまずは一人でやることはないんだけど、だけどそのきっかけ作りというのを作っていく人が必要だね。でそれはやっぱりね、その行動で示すしかない。そうだね。そうするとやっぱり、だって口先だけだったら誰もついていかんもん。そうだよね。口先だけの人間はやっぱり信用されないっていうか、ついていかない。そうだよね。だからまあ口先だけで、まずさ、ポンとこう、石を投げる人も必要かもしれない。そうだね。だけどさ、まあそれだけだとさ、ね、もうそれだけのことだから。ね、よくヒーリングの、サロンをやっていて、いろんな人がいらっしゃって、いろんな悩みを聞いて、で結構こうスピリチュアル難民っていうかさ、あっちこっちこう漂っていらっしゃるって方もおられるのね。そうするとよく聞かれるのが、あの人本物ですかって聞かれるんだけど、あるのね。本物か偽物かジャッジすることって私にはできないけれども、見分け方として、やっぱり現実の生活ちゃんとしてるかどうかだよね。
まあそうだね、うんうん、だからさよく言うじゃん、そうヒーリングとかさ、うん、霊能力も結局は絵を描く能力とかさ、うん、それと同じなんだって、うん、ね、音楽も同じなんだってね、うんうん、でだからそれはさ相性でもあるわけじゃん。例えば全然評価されてない絵でもさ、うん、なんかすごい素敵好きなんだっていう人もいるわけだしさ、ね、うん、なんで、うん、何この絵っていうのがさ、うん、社会でドーンと評価されてさ、うん、すごい値段つくことあるわけでしょ。もちろんもちろん、うん、それと同じでさ、うん、じゃあ本物の絵描きは誰だとかさ、うんうん、それは社会で評価されてるのが本物なのかどうかっていうこともあるし、うん、うん、歌ってそうじゃん、すごい上手な人がさ売れなかったりするんだよね、うん、で下手くそな人がなんか時代の波に乗ってさ、こうなんかそう、うん、だからじゃあどれが本物の、歌い手って、うん、ね、言ったってさ、そういう本物なんか見つかりしないよかもしれない、うん、それはやっぱ自分との相性、やっぱ自分の感性で、あ、この人の話ならいいかなとかさ、うん、ね、その自分の感性がさ狂ってる場合もあるし、あるよ、狂いを生じてる場合もう仕方がないそれは、うん、だからやっぱり現実を、うん、体を持ってさ今世生まれてきてるわけだから、うん、もちろんその感覚を磨いて、うん、感性で生きることも私はすごく素敵なことし大事だと思うんだけども、うん、やっぱ体を持って生まれてきた今世においては、うん、やっぱり現実生活がきちんとしているか、うんうん、やっぱそれはね見るべきだと思う。それは大事だよね、うんうん、なんかふわふわしてさ、そうそう、うん、なんかなんだろう、熱く夢を語るのはいいけど、うん、何一つ、まあでもね、うん、そんなに一つ実現しなかったのが最後の最後に実現する人もいるからね。だからね、だからやっぱりそれは受ける側の問題って、相手をジャッジする人がないって、うん。だから自分がどう感じるかということ。これはさ、うん、もう自分が感じるんだから、うん、もうどうしようもないじゃん。うん、例えば映画を見ました、うん。ね、もうすごいその大評判の映画でみんなが、うん、いや、すごいすごいすごいって言うと自分は全く面白くない、面白くなかった、ね。でもこれは自分の感性だから、これも真実じゃん。うん、だからみんながいいって言うから自分も感情しか感激しなきゃいけないっていうことは何一つないんや。そうね。合わせる必要はね、迎合する必要はない。だから、うん、あ、俺これを、これ、この映画別に面白くないよなっていう感性を大事にする。うん、それはね、別にそれを主張する必要ないんだよ。もちろん。でも自分の中ではこうだって、うん、話は合わせとけばいいよ、いや、よかったねって言っておけばいいんだけど、うん、でも俺そうじゃないよなって思うような感覚、うん、その感覚をやっぱり持ち続けることが自分の感性を磨くことにつながると思うんだよね。それはあるかもしれない、ね、うん、だからなんか人と会ったってさ、うん、こいつなんかつまんないよなって思う感性もあっていいと思うんだよ、うん、だって全てがクリーンヒットだけいかないからね、うん、あれもこれもいい、これもいい、これもいいって100発100中っていうのはこれも絶対ありえないから。そう、それはあるよ。それは例えば全部の人が私は好きですって人いたとしても、この人は100点好きです、この人は70点で好きですってあるわけだからさ、かもしれない、ね、だからそういうふうなことをさ、自分で感じたことをきちんとこう受け入れることが大事なんじゃないの、うん、かもしれないね、うんうん、そうするとこう一番今の自分にとって一番いい相性の人と出会ったりするわけで、うん、そうだね、うん、でやっぱりそれを感じ取る力っていうかさ、やっぱりその、まあ、感性を磨くっていうかさ、うん、やっぱりそれはすごく大事だと思うんだよね、うん、なんか普段こうなんか閉ざしていてさ、うん、この時だけなんかパッと開こうとかっての、それはちょっと違うかなと思うんだよね。そうそう。だから特に、うん、例えばネガティブな思いが湧き上がってきました。うんうん、その時にさ、その、こういう思いはいけないんだっていう、そういう、こう、本の知識、セミナーの知識じゃなくって、湧き上がったものはもう仕方がないんやから。これは事実やから。うん、だからそこは、あ、こんなことを思ってるよって、うん、あ、なんかすごい今不安で心いっぱいだなって、うん。うん、これはこういうことで不安なんだな、こういうことで不安になるんだとかさ、そんな風なことをさ、やっぱりこう、ちょっと客観的に見てみるとさ。認めてからどうするか、ね、うん、そう、うん。認めてそれでよしではなく、それがもし、本人は嫌なわけでしょ、うん、きっと多分そんな、そうじゃ変わりたいんだったら、うん、じゃあ認めた後変わるためにどうしよう。どうしようかって、うん、じゃあそれこそね、瞑想してみようかでもいいだろうしさ、うん、走ってみようかでもいいだろうしさ、うん、何でもいいんだよな、うん、走って解決するかとか分かんないよ、それもそうだね、ね、旅に出るのもいいだろうしさ、うん、まあ自分を変えるっていうのはね、だから、うん、小笠原でさ、何人もの人がなんかすごいこう劇的な変化をしてるわけよ。そう、うん、そう。もう農業に行ってみたりさ、仕事をバーンとスパッとやめられてみたりとか、新しい人生に飛び込んでみたりとか、そう。やっぱり場のエネルギーってすごくいいかな、大事かなと思うんだよね。そうだよ。だからそういうさ、うん、
まあ、ある程度はまあ、もがくみたいな、もがくことも必要かもしれないしな。うん。うん。だから、まずはでもさ、うん、自分がどういう状況かっていうのを、やっぱり自分できちんと認識しないことには、ね、うん、次はないからさ。自分をまず認める。そう、それを認めたいからどうするか。そう、それをごまかしてさ、うん、ね、うん、なんか、ニコニコしたってさ、うん、うん。それはやっぱり次に進んでいかないから。そうかもしれないね。あ、うん、うん。だからそういう面でね、うん、まあ、認めて行動する。そうです、ね。ということかな。まあ、安久君認めるよ、うん、はい、君は素晴らしい、はい、その通りだね大正解、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。